悪くないわね。私、頑張る。任せてください。はい、頑張るね。まあ、足、この場面でいいんじゃないの。確かにそう言われる。それじゃなんとか。ねえ、あそこで戦ってるのって文武両道。それにあの人たちと一緒。ゾンビだろうが関係。どこもかしこもゾンビばっか。あ、だんだん、大変だ。ナンバー2の先輩が後手にできたし。なんてこと。か、しかも先輩たちが戦っていたぞ。そんな。待ってね。ギタギアちゃんと一緒。嬉しいかも。そこ、さすがですね。敵の攻撃、行くよ。あえてすごいです。でとどめだよ。行くよ。アイスビー。私に任せて。任せてください。と終わり。なんとか。けどゾンビって倒せ。お姉ちゃん、こいつは驚いたな。まさか。けどどうして元の姿に戻れたの。そんなの、私たち守護女神の力たるシェアエネルギーの力。シェアエネル。ざっくりと説明すると、私たち守護女神は、そしてその信仰の人、シェアエネルギーの力でゾンビ化し、まさかそんな都合のいい。私も。え、ボラーさんまで。いやいや。じゃあ多分私たちと一緒に。けどノンフィクションハイスク。おお、嘘。そうね、そうな。長い光道新た。想像以上の成果だわ。もう少し装備は見よ。よく来たわね。すごいじゃない。やったわね。いらっしゃい。集まったらまた来なさい。何を買うですか。そういえばノマール、聞きました？ネプテューヌたちが映画撮影をしているという話は。
当然聞いてるわよ。ベールはそのことについてどう思ってる？実に楽しそうで羨ましいですわ。けどどうして私には声をかけてくれなかったのかしら。私が聞きたいのはそういうことじゃなくて、 B 級どころか C 級もいいところのゾンビ映画なんかで学園を盛り上げることができるのかってことよ。ちゃんとした活動記録もない部活みたいだし、逆に学園やこの島の評判を下げないか不安だわ。相変わらず副会長は厳しいですわね。それとも声がかからなかったことに怒っているのかしら。生徒会長であるあなたが緩すぎるだけよ。それに別にそんなことで怒ってなんかない。やっほー、二人とも。あら、噂をすればなんとやらですわね。噂で英検の二人が揃いも揃って何の用かしら。映画撮影に使いたいから施設の使用許可が欲しくてさ。ダメよ。ちょっと、まだどこが使いたいかも言ってないのに、それはないんじゃない。部活動に学園の施設が使えるのは正規の部活動だけなのに、研究会の英検に許可なんか出せるわけないじゃない。そこを相談したいわ。どの部も使っていない時間で構わないし、決して汚したり壊したりもしない。けどね、これ以上あなたたちの校則違反を黙認するわけにはいかないわ。別に私たちは校則を破ってるつもりはないのだけど。空き教室を部室と称して不法占拠していること、気づいてないと思ってるのかしら。聞く！ノワールはそう言うけど、ベール、いえ、生徒会長はどうなの？私個人としてはじゃあですが、生徒会長という立場上、私がまさかベールまで。別に意地悪で言っているわけではない。なら私たちが正式な部になれば許可は。ええ、それなら OK ですわ。ベールならまずは正式な部にするところか。うん、そうだね。ベール、私はただノワールこそいつもあがくことは、すでに廃校は決定事項なのよ。それに彼女たちに、はあ、どうも、電撃新聞部部長の電撃子です。英検の取材に来ました。ぜひ発行。いえいえ、独占取材なら私のファミ通信部にお願いします。なんでも廃部寸前の弱小英検会に突如として、あ、名乗り遅れましたが、学園トップの発行部数を誇るファミ通新聞部部長の。いいえ、将来的期待値も。いいえいいえ。何なの？お姉ちゃん知らないの？この人たちはうちのが自称新聞部。うん、私たちと同じで本当は同好会なんだけど、同じ新聞部同士一緒に活動すればいいのに。なんでだろうね。なるなら二人の言いたいことは分かったわ。さすがにどちらかだけを引いて。本当ですか？さすがブラン先輩。独占じゃないのは残念ですが、うまくいけばうちの新聞部にも部員が殺到して部活動昇格も間違いなし。ただし一つ条件が。条件？聞けばあなたたちも同好会みたいじゃない。なら映画があなたたちも知っての通り、それだと学園の施設も満足に。なるほど。だけど新聞部を捨てる。私からもお願い、ちょっとの間だけでもいいから。なんですかこの上目遣いの天使のささやきは。しかもまさかこの私がルビーの幼女に心を動かされてしまう日が来るとは。って大変不本意ですが、そこまで頼まれては仕方ありません。小電撃子映画研究会。あのラステーション寄りを通り越して狙わずにあれができるとは。こうなったら
私も英検に入部し、わーい、よくわからないけどやったね、ロボ。うん、これならみんなで楽しく映画が撮れるね。早速。うん、死んでもいいゲームなんてぬるすぎます。飛べとるの？はい、いきますよ。じゃあ新たな武器、まさか監督と脚本だけではなく、ところでとにかくゾンビと戦って。なるほど、今度こそこう、ワンワンワン、なぜ私が犬の役も兼任しなければ。おお、かわいいワンちゃん。君もゾンビから逃げてきたのかな。重いだ、いけない。え、うそ、犬がゾンビ。ちょっと待ってくださいね。見つけました。シャシャ、やりました。はい、リオ、私の雷が今二人助けます。それ、はい、電撃のごとく、シャシャセイヤ、それやりました。ダッシュ、超電撃砲、準備バッチリです。逃がしばい、もう少しで卒業。さて、私ですか？記者なのに戦わされるなんて。頑張ってくるね。そうだ、ちょっと待ってくださいね。撮影なら任せてください。え、撮る方じゃなくて演じる方なんですか？一戦死ぬかと思った。